この X300 は持ち運びができるスピーカー、そしてプロジェクター。フル充電で音楽なら6時間、プロジェクターなら3時間は楽しめるとのこと。見てお分かりの通り、プロジェクターには見えない。興味を引くのがこの独特のデザイン。これで我が家のホームシアターを完成することができるのか。我が家といっても私の書斎で楽しむものですが、なんといってもこのコンパクトさがいい。またプロジェクター特有のいかにもという面がない。使いたい時にスッと取り出して使える。さあ検証します。皆さんご機嫌いかがですか。ナビ M チャンネルの M です。私は自分の書斎をシアタールームにも仕立て、天井から吊り下げるスクリーンは設置しているんですが、まだプロジェクターを決めきれておりませんでした。そんな中、話が来たのはこのノメディックの X300。 米国発のホームエンターテインメントブランドノメディック、本社はカリフォルニアみたいです。使われているのはハーマン・カードンのオーディオ。ハーマン・カードンは調べてみると日本社のスバルでも提携を結んでるみたいです。オーディオ関係をグレードアップするためのオプションとかありますよね。多分それかな。昔私はスバルに乗っていたこともありますが、その時のそういうメーカーはマッキントッシュだったような。今は変わったのかな。まあわかりませんが、何が言いたいかというと、それだけ信用できるということ。またプロジェクターは 4K ではありませんが、フル HD LED からの光を鏡を使って反射させる方式。後でも検証しますが、鏡を使わなければ天井に映し出すことができます。鏡で簡単に角度を変えられるので、わざわざ三脚なんかを使って高さ調節をする必要がない。プロジェクターの投影サイズは110インチまで。私の部屋のプロジェクターのスクリーンは100インチ。いい感じ。そして何といってもバッテリーがついている。持ち運びができ、コンセントを気にせず部屋の中の移動や旅行やキャンプにも持っていける。スマホからのスクリーンミラーリングの機能もあるので、旅行先でその日に撮った画像や映像をみんなで見てワイワイ楽しむこともできる。 Let's Party Time。 それでは届いた商品を確認していきましょう。スマートポータブルスピーカー&プロジェクター。この商品は少し重さがあります。プロジェクター投影で3時間持つようなバッテリーがついていますから、その辺は仕方ないかもしれません。本体の重量は 2.8kg なので、集団で旅行とかに行く場合はこれを持っていく際には、その中で一番立場の弱い人間がこれを持ち運ぶことになるでしょう。車での移動なら問題なし。私は主に家で使うので関係ありませんが、こちらに開け方の説明が。それではいよいよ開封していきます。開け方はなんかケーキの箱を開けるみたいに凝っております。何これ、何これ。思わず高級チョコレートとか思いましたが、これは高級スピーカーの足につけるやつや、音を良くするために足につけるやつや。テンションが上がります。こういうの好き。そう、こういうのは好き。高級感がたまらない。この X300 の足は3つ、2種類あって、これに変えることもできます。この丸いやつの裏はゴムかな。そしてこれに組み合わせる。部屋の中で使う場合はこの組み合わせがベスト。そして紙、クリーニングクロス、紙、そしてクイックスタートガイド。こちら言語不要の絵で見るやつ。お、グリーンや、川やん。思いっきり全体的な質感はいいです。このグリーンとゴールド、ブロンズみたいな色合いですが、この色の組み合わせも非常にいいと思いました。プロジェクターを使う際にはこのガラスに反射させて映し出す。ボタンの数はそんなに多くはありません。ごちゃごちゃしていない、シンプルです。そしてこちらがスピーカーの前面。この中のスピーカーの形は確認することはできません。中は透かして見ることはできませんでした。ただこの面の広さから考えて大音量は出せそうな感じ。野外パーティーにも使えそう。私はそういうイケイケな野外パーティーには参加したことはありませんが、この横にも音が出る部分が、つまり音は前からだけではなくて横からも後ろからも出る。このデザインも特徴的。360度に音を出すみたいな作りになっています。こちらは背面、背面には入力ポートが、接続ポートはご覧の通りです。
またこの他にも Wi-Fi や Bluetooth を使って無線接続も可能です。そしてこちらが裏側、これを支える足は3箇所、最初は一般的なものがついています。そして箱にここの引き出しみたいになっていて、取ってんな。これホコリなんかを取るためでしょうか、ブラシがついています。そして電源コード、こちらはオークスのコード。このコード高いやつや、こういうところでも音へのこだわりがわかる。そして USB Type-C のコード、そして乾燥剤、まあ、これは品質を保つためのもの。そして電池、 AC アダプター、そしてこれにはリモコンがついています。改めてデザインを見ていくと、プロジェクターとは思えないようなデザイン。色はこの一色展開だけ、なかなか攻めています。形としてはレトロな感じもする。個人的にはこの横のデザイン好きだな。ここに縦シャアが感じられる。こういうところもおしゃれ。操作系のボタンもごちゃごちゃしていない。大元の電源は後ろ側にあります。レトロな感じのスイッチ。そしてこれちょっと残念だったんですが、起動は遅いです。プロジェクター機能がついてるせいなのか、もしくは電源を入れたのがこれが初めてだったからなのか、少し時間がかかりました。え？ノンカットでこれぐらい。まあ普通のプロジェクターだったらもっとかかったりするので、それを考えれば早い方かも。あ、なんか映ってる。電気を消したらセッティングの画面が映し出されていました。リモコンの操作でセッティングしていきます。プロジェクターの映像の調整は本体で、ネットにもつなげます。私は基本家の中で使うので足を交換。これ名前はオーディオインシュレーターでした。置く場所との接地面を抑え、振動を減らし音質を向上させるというもの。さて音質はどうか。癖がなく音が広がるという感じ。中音域が強い感じかな。音源はスマホからの Bluetooth で飛ばしています。角度を変えて音の出方の確認。このように音が全体から出てるという感じ。なので音楽だけで楽しみたいとかいう場合は、これを真ん中に置いて、それを取り囲んでパーティータイムみたいな使い方ができます。格好もおしゃれだしいいんじゃないでしょうか。普通オーディオ機器って部屋の端に置いたりしますが、これは真ん中に置いても大丈夫でしょう。プロジェクターを使う場合、主電源を入れると、今入れました。リアルタイムでお見せしましょう。まだ何も映りません。ここは出ました。文字が動いているのは画面が動いているのではありません。私の手がブレブレなだけです。こんなオシャンティな始まり方をしてくれます。そしてプロジェクターで何をするのか、ホーム画面が現れます。またこれ単独でアプリを使って Netflix なんかも見ることができます。ただこれリモコンで操作していくんですが、反応が遅かったりちょっとやりにくかったり、なのでこういうのはスマホかパソコンをつないで、これ自体はプロジェクターとして使った方が操作性はいいと思います。また明るいところではダメ。
電気を消せばはっきり映ります。これぐらい映れば十分に実用可能。今近づいて見ておりますが、フルハイビジョンの画質、綺麗に反り上げてるのがわかる。またこれ鏡を使って反射させて投影しているので、簡単に上まで天井まで映すことができます。これなら寝ながら映画なんかを楽しめる。まあゲームでもいいかもしれませんが、ほらこれ天井でした。また個人的に嬉しかったのは、この投影しているところからスクリーンまでの距離は私の部屋では 2m30cm ぐらい、この距離で画面いっぱいに映してくれる。これって微妙な距離なんですよ。それが非常に嬉しい。この商品に興味を持った方は概要欄の URL からぜひ覗いてみてください。今年私はこれで映画ゲームを楽しみたいと思います。もしくはたまには家でこれでパーティータイム。